こんにちは。ナナです。衛星規制がかかったシリーズが順調に進んでいます。前期は、この高島屋で藤井規制は防衛しており、そのことについて前夜祭で、防衛することができたので、私にとっても思い出深いところになっています。温泉も素晴らしいところなので、今回はそれも楽しみにしてきました。と語っていました。今回の勝利で王手をかけたことでまた、この場所にいい思い出が残ったことになります。羽生九段にとっては、七冠が終わった場所で対戦相手だった現在の三浦九段にとっては初体感となった。最高に良い思い出があるはずの場所。ちなみに、三浦九段は当時五段でしたので、その強さがよくわかる。今回は、山崎八段にとっては、崖っぷちに追いやられた場所で、同じ場所だけど勝負の世界観で見ると対局者にとっては真逆の記憶となるのが興味深いよね。さて、この勝負で挑戦者山崎八段との対戦成績は藤井棋聖から見て3勝1敗と順調に白星を伸ばしています。そしてタイトル戦では2連勝で衛星棋聖に王手をかけちゃいました。もうこのシリーズは3連勝してくれると確信しております。この流れでフルセットというかなり珍しい状態になっている。叡王戦の最終局も見事な勝利で防衛してくれると願っています。今回の動画ではアベマの解説を担当していた屋敷九段と田中雄一六段が終盤が見えてきたあたりでかなり興味深い解説をしています。屋敷九段はかなり藤井棋聖の解説を担当していますが、今まであまり聞いたことがないトーンでの内容でしたので、その強さが強烈に伝わってきました。田中六段も面白い表現で強さを表現していました。ですので、今回は2人のトークを紹介していきます。この将棋は先手が藤井棋聖、山崎八段の向かい飛車からの展開となった将棋。ただ、振り飛車を採用し惑わせる目的だったのに逆に迷走してしまい、111手目を見たところで投了。時間は、藤井棋聖が24分残す中、1分将棋で戦っていました。これを踏まえて、解説者のトークに参ります。まずは屋敷九段ですが、かなり早い段階で、藤井棋聖の狙い通りの筋が進んでおり、山崎八段が逃れようのないほどに苦しい状態に突入していることを説明していました。それが次に先手65手目というところ。ですから、かなり早い段階で藤井棋聖は勝ちを確信していたと思われます。急に激しくなった局面で、屋敷九段が次のように解説をしています。少し考えていた姿を見て、さすがにうっかりしていたってことはないでしょうから。ここで何かしらの手を用意しているはずですけど、確認作業のために考慮時間を使っているという感じでしょうかね。と、藤井棋聖の手を待っていたところで解説。結果的に藤井棋聖が考慮したのはわずか10分。屋敷九段が説明をしていた通り、間違っていないかどうかを見直していた時間だったものと思われます。次に指す先手の手には、5五桂という手がありますよねと聞き手さんが振ると、屋敷九段がすごい手ですよね。5五桂で勝ちとしていたら恐れ入りましたという感じでしょう。相手にとっては、びっくりの手ですよね。簡単に勝ちになればわかりやすいですが、その後も、難しい攻防が続きそうですので、5五桂打ったとしても、ちょっと不安な感じはするんで、しっかりと寄せ切らないといけないという感じにはなりそうなので、山崎八段としても、それでレールに乗っちゃったらしょうがないなという感じでしょうね。そして、散々検討していた65手目5五桂を藤井棋聖が指すと、屋敷九段は、指しましたね。ひえーと驚き、凄まじい組み立てですね。これは、これで寄せ合いになりましたね。他の手もありましたが、一番激しい手順で行きましたと解説。いやーこれで見切られてたら厳しいですね。まさかという組み立てですよね。
山崎さんからしたら、ここまでしてくるのかよ、みたいな感じはあると思います。この後屋敷九段が読んだ通りの流れで、差し進められていき、藤井棋聖は、この辺から寄せの構想が発動していたことが、解説を聞くとわかります。次68手目のトークで、73手目に5三歩成とすれば詰めろになっているってことですかね。これで勝てれば一番いいなんてトークを展開。本譜は、そこまで、その通りの手順で進むことになります。理想的な手順が再現されていったことに、解説者も驚きを隠せない様子。一例として紹介していた手順にも積みあり、屋敷九段は、これは、一例ですがと解説をしていたので、他にも、探せば詰み筋があるかもといった感じでしたので、かなり固い作りになっていたってことね。68手目の時点で、という果実はもっと先からだけど、この辺まで来ると、詰将棋を解くような模様が登場。いやーしかし、見事な変化ですね。と藤井棋聖が狙っているであろう、詰み手順を大盤で再現した直後、屋敷九段がポロリ。凄まじい見切りですよね。おそらく、こんな感じで考えて、おそらく、先ほどの59手目5五歩からの、組み立てというんですかね。いやーこれは厳しいですね。結構変化するところがないかもしれない。山崎八段からすると、どこかで紛れがあるかもしれないと、模索しているところでしょうかね。見た目めちゃくちゃ怖いですよねと。先手も、そこまで、簡単に手順を再現できるとは思えない様子を説明はしていましたが、それでも藤井棋聖は完璧だった。藤井棋聖は、59手目5五歩の前くらいの段階で組み立てていることなので、どのあたりから読み切っているのかというのが、いやー結構、現在山崎八段考慮中で残り時間17分ですが、ここは最後の勝負どころという気はしますので、考えますよねと。これで任されちゃうと答えますね。なかなか、いやーまさかという感じですよね。これは、見えていたとしても、ちょっと軽視しちゃう感じですよね。まあ一手違いの順ですからね。まさかの一直線で、負けなのかという感じになりますよね。と、屋敷九段は、59手目5五歩の前の段階から、65手目で見えた寄せの手順は構築されていたのだろうと、考察していました。このトークは、68手目を後手が指す段階で話していた内容でした。結果的に、山崎八段は、24分使って、藤井棋聖の筋に沿うように、68手目で3八銀歩成と指しました。筋を外さなきゃと思いながらも、それ以外の手がないという感じだったのでしょう。苦しい後手番。中盤入り口で、すでに見切っていたとすれば、恐ろしいなんてトークでしたが、結果的に、その流れでしたよね。山崎八段も大盤解説会場で話していましたよね。藤井棋聖は謙遜して午前中について振り返るトークの中で、あまり主張が作れていないのかなという気がしていましたとしていたことに触れながら、それは謙遜でかなり先まで見ていたよねって伝えていました。加えて71手目での田中六段の解説では、64手目に、後手に4七銀と打たせて、普通の人は、ここで読みを打ち切るんですよね一回。その先に先手が指す5五桂を発見できるか、その見通しが立つかどうか、この前の段階から、多分59手目5五歩、付近あたりから見てるので、ちょっと、他の人とは視力が違うんですよ。だいぶ先を見ています。としておりここでも出てきた5五歩。まだ、これは、59手目の時点の手です。これについて、田中六段は、我々の視力で、最高にいい人で 2.0 のところを、8.0 くらい、相当先まで見通してないと。で、視力に置き換えて分かりやすく伝えていますが、マサイ族は、この 8.0 の視力があると言われています。真偽のほどは分かりませんが、藤井棋聖は、先進国では人間の力が削ぎ落とされつつある。
部分がしっかり残っていて機能しているともたることができる。見えているという部分以外でも、圧倒的バランス感覚だったり、先を読むにしても、菅井八段が言うように、見える順が他とは違う。急所を抑えるような順が浮上してくるって感じでしょうか。そして、屋敷九段は次のように総括しています。後手山崎八段の向かい飛車ですかね。意表の出だしではあったと思うんですけどね。おそらく、山崎八段が練りに練った作戦だったと思うんですけど。まあ、藤井棋聖が落ち着いた指し回しで結果的に見れば完勝かなと思ったんですけど、ただなかなかお互い動き方が難しいという感じでしたので、じりじりした感じでしたけど、最後は山崎八段も食いついて、行ったんですけど、藤井棋聖がうまく決め切ったという感じだったですね。このようにまとめていました。屋敷九段の解説があまりにも的確で驚きましたが、それを実戦で再現しちゃう藤井棋聖はやはり驚異的。山崎八段は、将棋世界の中で研究について次のように述べています。研究に打ち込んでいた時代があったようで、それについて触れられると、私が角換わりの最新形を指したら相手もびっくりするだろうと思って、奨励会員の子に手伝ってもらいながらやっていました。ただ、角換わりの一局面からの変化が全然終わらない笑い。これはすごい積み重ねだと思いましたね。よほど記憶力が良ければ違うのかもしれませんが、そこもだいぶ弱いので、半年や一年で終わるようには到底思えませんでした。また、もし研究が終わったとしても、それがあるので、スタートラインにすら立てていない。公式戦で指すようになって、ようやくスタートですが、その時点で、それまでやっていた人と、経験値に差がついているので、立てたとしても、スタートラインの最後の方だとも。ここでは、藤井棋聖が得意とする角換わりについての研究に触れています。この戦型を攻略するには、凄まじい量の研究と記憶力が必要だとしています。超一流どころを相手にして勝つための研究は凄まじいのはわかりますが、その数は半端ない模様。だから、ある意味、この言葉からは、角換わりで圧倒的強さを示している藤井棋聖の別格の力もわかります。人が記憶できる数は、おそらく、そこまで違いがない。どこで差が出るかは、どんな手が浮かんでくるかというセンスみたいなものなのではないかと考えます。さすがに、藤井棋聖とて AI が読んでいる数億手を時間内に読み切るなんてことはしていない。であるならば、実戦で有効的な手を短時間で見つけ出し、そこの読みを深める能力が突出しているんだろうなって、感じるところです。山崎八段は、角換わりの研究をやってみて、それを実戦で活かす難しさも伝えていますが、藤井棋聖は、今回振り飛車でも、同じように巧みな手順で華麗に対応していますので、角換わりだけでなく広く、将棋の仕組みを熟知し、対応力が磨かれている結果トップ棋士であっても、簡単に跳ね返されてしまうという結果になっている。藤井棋聖と同じ土俵で戦えるのが、現在伊藤匠七段。そういう意味でも、叡王戦は、藤井叡王のさらなる本気が試されているから面白い。それでは、最後に、将棋ファンの声を紹介して終わりにします。藤井棋聖、2連勝おめでとうございます。鉄壁な守りで山崎八段につけ入る隙を与えない圧勝でしたね。終盤、飛車、キム両取りとなる。4七銀を打たせ、5五桂ただ捨て、&5五金で5筋、6筋を攻める構想力は、人間技でない見事なもの。惚れ惚れする強さです。これで、ストレート防衛での5連覇&永世棋聖に王手となりました。さて、いよいよ20日に迫った大一番、叡王戦最終局。防衛してタイトル戦。番勝負23連覇&八冠キープなることを期待しています。藤井棋聖、棋聖第2局の勝利おめでとうございます。快勝譜といえる、見事な指し回しだったと思います。本局も、前回と同様、なかなか見ない流れだった印象です。藤井棋聖は、二
美濃からの銀冠としましたが、これは藤井棋聖としてはやや珍しい形です。一方の山崎八段の囲いは、これは囲いなのかという感じのもので、珍しいとかではなく、序盤早々に山崎ワールド全開でした。ただトリッキーな流れになっても藤井棋聖はまるで動じないというか、普通に王道の流れを進めていくあたり、まさに横綱相撲だったと思います。その中でしびれたのは65手目の55桂ですね。この手を見ると、そこから詰みまでの流れが見えているのではないかとさえ思えてしまいました。そして実際そこからはほぼ一本道で終局まで進んだように思います。藤井棋聖強いの一言ですね。山崎八段としては辛いところかと思いますが、とにかく出し尽くしてほしいです。角を切って勝負に出た山崎八段に対し、藤井棋聖は攻守自在の差し回しから天王山に桂馬を据える強烈な一着、金の踏み込みから後手陣攻略へとつながる構想。この藤井棋聖の構想が他の棋士とは一味違うところであり、相手がどのような戦略でも藤井棋聖が自在に対応してしまうという藤井棋聖の強さが凝縮されている一局だったものと思います。年を重ねた歴戦の棋士に言うのもなんだが、八冠の藤井聡太と番勝負を行えること自体が強行だろう。史上最も注目されている棋士であり、絶対王者を倒さんと研鑽を重ねる棋士たちから挑戦権を奪っての対局には、これまで以上の価値がある。強さもさることながら、注目度、視聴方法の多角化からこれほど番勝負が視聴されることは過去100年なかっただろう。将棋人生にもいろいろあるが、少なくとも何十万人、何百万人に見られる対局ができたことは、勝とうが負けようが自分史の記念碑になる。藤井棋聖おめでとうございます。完勝でしたね。山崎玉が囲われていないようで、意外と固く守られているように見えていましたが、5五桂以降はあっという間に崩してしまい、驚きでした。中3日での叡王戦最終局、こちらも熱戦を期待しています。山崎八段お疲れ様でした。次戦の山崎ワールドを期待しています。永世棋聖は歴代に大山康晴15世名人、中原誠16世名人、米長邦雄永世棋聖のほか、資格保持者は羽生善治九段、佐藤康光九段と将棋界のレジェンドが名を連ねているが、藤井棋聖が獲得した場合は6人目の快挙となる。年2回開催の時期もあった関係で、第95期という数字だけ見れば第83期の名人戦も超えて、八冠の中で最も多く開催されてきた棋聖戦、しかも永世くらい獲得条件も通算5期と最も緩やかなのにもかかわらず、永世棋聖獲得者はこれまでにたった5人。今更ながらコンスタントにタイトルを取り続けることがいかに難しいかということを思い知らされますが、それをタイトル戦無敗のまま最年少記録で達成しようかという藤井棋聖の異次元さには、もう語る言葉もないです。山ちゃんらしい手が随所に出てるんだけど、藤井八冠は全く動じないな。それにしても藤井八冠の最後の即詰み見切りは鮮やか。山ちゃん2連敗はきついが、もう一番いい将棋を見せてほしい。羽生さんが全タイトル独占の快挙を成し遂げた時には、この先100年続けてもこれ以上の将棋指しなんて登場しないだろうと思っていたのに、まさかたったの30年でその記録を塗り替え続ける新しい大天才が出てくるとは、当時誰も予想してなかっただろうな。このような声が上がっていました。次の棋聖戦は少し間が空きますが、20日には大注目の叡王戦がございます。これは非常に楽しみだね。絶対防衛してくれるから大丈夫。Sitting back against the door, I can hear your laugh.
behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even care. Why don't